エンハイペンの自身最多公演数の日本ツアーエンハイペンワールドツアーフェイトプラスインジャパンが圧倒的な盛り上がりで幕を開けた。エンハイペンのワールドツアーの日本公演、エンハイペンワールドツアーフェイトプラスインジャパン以下、フェイトプラスが6月11日から13日の埼玉スーパーアリーナ公演3デイズを皮切りにスタートした。去年9月に K-POP ボーイズグループのうち、 デビューから最短で東京ドーム公演、エンハイペンワールドツアーフェイト以下、フェイトを開催して以来、約9ヶ月ぶりとなる日本での単独公演となり、オープニングで孫ンは、去年の9月、京セラドームと東京ドームでの初めての、フェイトに続いて、グレードアップした、フェイトプラスでエンゲネ、エンハイペンのファンの皆さんに会えてとても嬉しいですとコメント。 人気楽曲の日本語バージョンを続けて披露し、冒頭からファンの掛け声と共に一体感を高めた。前回のツアーから最新の韓国アルバムの収録曲、スティルモンスター、フェイト、スイートベノム、オレンジフラワーや夏にぴったりな疾走感あふれる日本オリジナル曲、o ーゲット・ミー・ノットも追加され、さらにパワーアップしたツアーで戻ってきた彼ら。 ユニットステージも披露され J のギター演奏とヒスンのピアノ演奏にも新たなアレンジが添えられた。トークタイムでは日本オリジナル曲ブロッサムを美しい歌声で一緒に歌ったり、ポケモンとのコラボレーションで誕生したワンオンリーのステージでは今回も可愛いピカチュウが登場するなど一緒にステージを楽しんだ。さらにサプライズで日替わりでメンバーが一人ずつ歌やダンスを披露するコーナーも加わった。 11日はソヌが富岡愛のグッバイバイを歌唱し、公演後に富岡愛公式インスタグラムにて本人がカバーについて感謝を伝え、反響を呼んだ。そして、12日にはニキがトレンドセッター X ハンブル。に合わせてダンスを13日にはヒスンガジュのボールデンアワーをソロで披露し、1日ごとに異なるプレゼントを用意した。ヒスンが皆さんどうでしたか気に入ってくれましたか と聞くと、ファンも温かい拍手と声援で応えた。また、シャコンヌは2期のソロダンスで始まり、観客を魅了した。彼は、エンゲネの皆さんが喜んでくださって嬉しいですと感想を語った。さらに、エンハイペンの強みであるダークファンタジーの雰囲気が漂う、クリミナルラブ、ワン・イン・ア・ビリオン、バイト・ミー、ジャパニーズバージョン。で、会場のボルテージは最高潮に。J は、 今回のフェイトプラスでは、ステージがグレードアップしたふん、エンゲネと僕たちの絆もさらに強くなった気がします、と思いを述べた。ジェイクも、今日、忘れられない幸せをまた一つプレゼントしてくれて、ありがとう。とファンに感謝の言葉を伝えた。アンコールは、スイートベノムから始まった。続く、オレンジフラワーでは、 メンバーの手書きメッセージとイラストが書かれているオレンジ色の花が舞い落ちるサプライズまで実施された。そして、埼玉公演最終日には、日本オリジナル曲、メイク・ザ・チェンジを特別に披露するなど、ファンへのプレゼントをふんだんに盛り込んだセットリストで、全28曲のステージを終えた。ソヌは、3日間、エンゲネの皆さんにお会いできて楽しかったですし、幸せでしたと初の埼玉での単独公演の感想を伝え、 最後にジョンオンは、エンゲネからの信頼にお答えできる、かっこいいアーティストになれるよう頑張ります。と今後の意気込みを語り、大歓声の中、公演は幕を閉じた。大熱狂のスタートを飾ったフェイトプラス、日本公演は、今月19、20日に福岡、26、27日に広島、8月から9月には愛知、宮城を巡る。 ご都市11公演という自身最多公演数となる今回の日本ツアーで、より多くのファンとより多くの場所で会い、特別な思い出を作ることが期待される。さらに、8月10日には、ロックインジャパンフェスティバル2024に初出演するなど、エンハイペンの今後の活躍からも目が離せない。